こんにちは。頼んでいた電動アシスト自転車が来ましてですね、自転車屋さんに取りに行きました。そしてですね、帰り説明を受けてよしって言って乗ったらね、あれなんかいつもと変わんないなと思ったら、まずね、電源が入ってなかった。電源入れないとダメなんですね。スイッチピッと押さないと電動にならない、慣れてないから。でもね、人間ってね、面白いもんでね、電動アシスト自転車乗ったぞって思った瞬間ね、なんかね、ペダルがね、軽くなってね、あ、なんか一瞬ね、ペダル軽いとかって思ったんですよね。50メーターぐらい走ってなんか違うような気がすると思ったらスイッチ入ってた。それで無事に帰ってきましたけど、あのね、僕のね、買ったやつ、後輪にあのガチャンってやる鍵あるじゃないですか。シュルリンってこう、後輪シュルリンってこうなる、こうか、シュルリンってこうなるやつ、あれをね、買ってつけようと思ったら、自転車屋さん聞いたらね、僕の買ったやつはね、つかない、あの純正しかつかない。そのよく売ってる、まあ1000円ぐらいからね、1000円ちょっととかで売ってますけど、ホームセンターとかで、あれがね、つかないらしいんですよ。純正しかつかないらしくて、ってなって、純正いくらするんですかって言ったら、定価でね、5000いくらとかなんですよ。それで多分工賃とか入れたら6000円超えちゃうじゃんみたいな。だから、いいですって言って、であのワイヤーのやつ、ワイヤーのガチャってやるやつ、ワイヤーつも結構太いんですけど、あれがね、付属なんですよ。それであのさっきね、早速ね、スーパーに買い物行くときに乗って、早いなと思って、いいぞって乗ってですね、それであのワイヤーの鍵かけようと思ったら、ちょっと久しぶりなワイヤーの鍵かけるの、あの自転車で昔使ってたんですけど、久しぶりに使ってね、なんかね、ちょっとぎこちなかったんでしょうかね。ガチャってかけてからね、よしってスーパーに入ってこうと思ったら、間違ってエコバッグあるじゃないですか。エコバッグ持ってったんですけど、エコバッグの取っ手も一緒に鍵に入っちゃったみたいで、行こうと思ったらグイーンってなって引っかかって、それであれと思ったら、エコバッグの持ち手のとこもね、ロックしちゃったんですね。そんなこともあってですね、先ほど無事にスーパーから帰ってきましたけど、でですね、今日の、一歩ガレスいきたいと思います。一歩ガレスどうぞ。はい、一分間レッスンです。今日はね、シンバルについて喋りたいと思います。じゃあ1分間いきますよ。せーの、ドーン。はい、シンバル、特にクラッシュシンバルをね、叩くときね、あれね、結構スネアとか太鼓とかはみんなこうストロークとか研究したりとか、いい音を出そうとかね、いろいろ考えたりするのかもしれないですけど、シンバルも楽器なの、もの、シンバルも叩いて音出すんで、適当に叩いてもジャーンってなるんですけど、その楽器をの鳴りを最大限に引き出す、クラッシュの音をきれいに出すにはね、ちょっとねコツがあるんですよ。皆さん適当に叩かないで、例えば16インチと18インチシンバルあったとして、スティックの、これシンバルだとして、スティックの端からどれぐらいのスティック、どれぐらいのところで叩いてるかなんですけど、これね、ちょっとね考えるとね、だいぶね変わってくるんですよ。大きいシンバルになればなるほど、少しね太いところで叩かないと、ね、ちゃんとなってくれないんですよ。これはね、本当にそうなんですね。あ、今日はあまり深いとこまで、あの深いとこっていうか、あまり長く話さないですけど、少しね気使うとシンバルの音変わるんですよ。小さい口径になればなるほど細いところで叩いた方がよくて、そのシンバルによって、シンバルも例えば厚さとか大きさ、によって、このね、スティックのどこで叩く、
その辺をね、考えてみるとね、面白いですよ。音ね、結構変わるんで。はい。リップガレッスンでした。はい。リップガレッスンでしたね。シンバルの話です。シンバルの話はね、実際ね、目の前で叩いて、こうやるとこうで、ここで叩くとこうなるよ、みたいな話ができるんですけど、長くやってるとね、こう、ちょっと見たりとか、叩いたりするだけで、なんかね、ちょっとなんちゅうと、本能的に、こういう感じで叩けば、いい音なるかなっていうのね、大体分かってくるんですけど、とりあえずですね、今日の本題いきたいと思います。はい、今日の本題はですね、昨日かな？昨日の1分間レッスンでやった、右手小さく叩いて、左手大きく叩いて、この順番、この手順で、この手順とこの音の大きさで、チェンジアップやってみたら、裏の練習になりますよっていう話をしたんですけど、それのね、補足です。ちょっと待ってくださいよ。メトロノームちょっと鳴らしますけど。例えばですけど、60とかでやるとき、支部からやるとちょっと軽いので、8分ぐらいから、小さい右ね。で、右手はもうね、聞こえませんよっていうぐらいね、小さく叩いた方が練習になりますね。で、8分はいいとして、次本当は3で行くんですけど、ちょっと、とりあえず割愛して、16分行きますよ。はい。で、できれば、32分。6連もちょっと、カットしますけど。こんな感じで。ちょっと出だしが不安定でしたけどね。うまくごまかしました。3連と6連は、3に対して2だったりとか、6連はまた何つうのかな、ちょっと難しいんですよ。3連がきっちりちゃんとできてないと6連もできないので、6連の方がちょっと優しいっちゃ優しいんですけど、右手が頭にくるので、拍の。タタ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 タ、やりやすいんですけど、3連は、にゃん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 で、ちょっとトリッキーなリズムになるので、あとね、そんなに、使用頻度は高くないということで、まず最初に、8分、16分、32分、これをね、練習してやっていただけるといいかなって思うんですよ。で、テンポはね、60からやって、上げてって、80の、例えば32部できれば、普通に叩くとこうなりますけど、これを右手小さく、左手大きく、こういう形で、もうなんなら右手音なんないところでも、の方が練習になるかもしれない。ワン、ツー、スリー、フォー。釣られないように自分の左手。だから60から80ぐらいまで、それぞれ8分、何でしたっけ、16分音符、32分音符でできれば、とりあえずはいいのかな。あとね、ここでどうしてもやってもらいたいのが、今右スタートですけど、左スタート、左スタートで右手アクセントにすると、裏が強調されるリズム、トントントンリズム、今は右がちっちゃい音で、左手が大きい音で、裏が強調して練習してるんですけど、実際の演奏の時は右手がの方がいろんなところ叩きやすいので、左スタートで、裏を強調する、こっちのこれがね、できるとね、応用の幅がね、ダダーンって広がりますね。左手ってほら、こっちとか叩きづらい、右手は全部こう、はーいって叩ける。本当は左手もはーいって
全部叩けるんですけど、こうやってたりとかして結構左寄りなんで、ドラムの演奏っていうのは右手がねたくさん使えた方が応用の範囲は広がるので、左スタートで、裏の8部から16部32部とこれ8部、16部あ間違った、今のが16部です。8部はこうだで、32部こっちの方が難しいかもね、左手の音がちっちゃいので拍の頭、こっち右がちっちゃい、右スタートでも難しいのにさらに左スタート難しくして、しかもちっちゃい音なんでもっともっと難しくなる。でもね、これもあの練習して、80度とかで、もう見失わないようにできるようになるとかなり、実力はアップするのかなと。まあ別に練習しなくても僕できますからっていう人はあの練習しなくてもいいと思いますけど、できない人ね、まあ、跳ねないところでやってもいいですけど、はい、今日はですね、裏の音を、裏っていうか、まあ、片手だけアクセントにして、8分音符と16分音符と32分音符試しにやってみてください。右スタートと左スタートそれぞれ。はい、ありがとうございました。